ロジャー・ダルトリーは、イギリスのミュージシャン。ザ・フーのリードボーカリストとして、最も有名である。歌手としてだけではなく、俳優としても成功し、多くの映画や演劇、テレビドラマに出演した。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第61位。九首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第27位。西ロンドン。 イーストアクトンのハマースミス病院に生まれる。くしくもこの7ヶ月後には、同じ病院で後にバンドメイトとなるジョーにエントウイッスル、も生まれている。戦時中は、母、アイリーンと共に、スコットランドに疎開し、終戦後復員した父、ハリーと共にシェパーズ・ブッシュに移った。その後妹のジリアンとキャロルが生まれている。少年時代は、成績優秀で、前途有望と見られていたが、 もともとルールを守って教師に従うという考えは、自称、学校反逆者であった彼の頭になく、大人たちの手に負えない、テディボーイであった。1959年に、ロックンロールの洗礼を受けると、たちまち夢中になり、労働者階級の過程でギターを買う金もなかった。ダルトリーは、父の工具を使って、アコースティックギターを自作する。そして地元の仲間たちと最初のバンド。 サルグレーブレベルズを結成。地元のコンテストで優勝したりもした。15歳の時、トイレで喫煙していたことが、表向きの理由で通っていた、アクトン公立中学校を退学となる。1961年夏、板金校として働きながら、自身のバンド、ザ・ディトゥアーズで、プロデビューを夢見ていたダルトリーは、中学時代の後輩でベースを抱えて歩いていたジョン。 エントイッスルを街で見かけ、リトゥアーズに勧誘する。当時、エントイッスルは、スコーピオンズというバンドにいたが、今のバンドを抜けても失うものはないと判断し、ダルトリーと活動を共にすることを決めた。1962年、前任のリズムギタリストに代わり、エントイッスルのバンドメイトだったピート・タウンゼントが加入する。タウンゼントの加入は、エントイッスルの要請によるものだったが、 それ以前にダルトリーが先に目をつけており、リトゥアーズへの加入を持ちかけていた。当初はダルトリーがリードギタリストであったが、日中の仕事でしばしば手を負傷していたこともあり、1963年には自身の所有していたエピフォンのエレキギターをタウンゼントに売り、ボーカルの方に専念するようになる。当時のリトゥアーズはダルトリーが絶対的なリーダーであり、彼の音域で、 カバーできない曲を演奏レパートリーから外すなどバンドをい、e、いのままにした。そのようなダルトリーに対しタウンゼントも意見をすることがあり、この頃から二人の間にプロデビュー以降も続くことになる緊張感が芽生え始める。ただし、ダルトリーはただいばり腐るだけではなく移動の車の運転や楽器の準備、エージェントとの交渉などローディの仕事を一手に引き受けていた。 本人も、ピートに任せてたら、あいつは一日中ベッドに転がって、マリファナにふけて、ライブなんか、まともにできやしなかったはずさ。誰かが奴らの面倒を見る必要があり、俺がその役目を果たしてたんだと語っている。1964年2月、バンド名を、タウンゼントのクラスメイトであるリチャード・バーンズが、提案したザ・フーに変更。4月に、前任のドラマーに代わり、キースムーンが加入。 バンドは同年7月にメジャーデビューを果たす。初代マネージャーのピート・ミーデンの命により、バンドはモッツバンドとして売り出され、バンド名もザ・フーからハイナンバーズに変更した。モッツではないのに、モッツとして振る舞わなければならなかったことに、ダルトリーは少なからず、抵抗感があったという。結局ミーデンの戦略は外れ、デビューシングルは不発に終わる。 バンドもミーデンに不満を持っていたことから、新しいマネージャーのキッド・ランバートとクリス・スタンプの元で再始動することとなり、バンド名もザ・フーに戻した。1965年、ザ・フー名義でのファーストシングル、I Can't Explain は、前衛チャートの8位につけるヒットとなり、上々のスタートを切った。だが、このゴロバンド内では深刻な対立が起き始めていた。タウンゼントは、 当時受けたインタビューで、ロジャーが、サウンドの仕上がりに文句をつけ、そのことで喧嘩になることが多いと、バンドの内情を打ち明けている。これに加え、一切ドラッグに手を染めなかったダルトリーに対し、他の3人がドラッグにはまっていたことも、両者の対立を深める要因となっていた。同年9月のデンマークでのツアー中、楽屋でハイになったムーンに、ダルトリーが激怒。 彼の情罪をトイレに流してしまい、襲いかかってきたムーンを殴って気絶させるという事件が起きる。他の3人は全員一致でダルトリーの解雇を決めたが、3枚目のシングル、マイ・ジェネレーションが全英チャートに16位で初登場し、好調な売り上げを見せるとダルトリーは3人に謝罪し、マネージャーらの説得も功を奏し、バンド脱退という最悪の事態は何とか免れた。 この騒動はその後も大引き、プレスからはダルトリーに代わりボズバレルが加入するのではないかという飛ばし記事も書かれた。バンド内の対立はこれで収まったわけではなく、1966年の5月3日には、再びダルトリーが脱退を表明し、20日に戻ってくるまでバンドはダルトリー抜きでギグをこなした。そのダルトリーが戻った同日に今度はムーンがメンバーと衝突し、 脱退を宣言、実際に一週間ほど仕事を放棄した。なお、エントイッするも当時ザ・フーを脱退し、ムーディ・ブルースへの加入を拡作しており、バンドとして非常に不安定な時期だったが、1967年から1968年にかけていった全米ツアーを経て、バンドが団結することができたとなるトリーは、振り返っている。1971年には、 遠投一するが、1972年には、タウンゼントゾレソロアルバムを発表するが、ダルトリーは、あくまでザフーのシンガーとしての立場にこだわり、ソロ活動に興味を示すことはなかった。それが変わったのは1973年。往年のポップシンガー、アダム・フェイスとその相棒のデビッド・コートニー、そして彼らがマネージメントをしていた、新人ソングライターのレオ・セイヤーに出会ったことが、 ダルトリーをソロ活動へ向かわせるきっかけとなった。楽曲、プロデュースを彼ら3人に委ねて制作されたダルトリーのファーストソロアルバム、ダルトリーはバラードが中心となり、ザフーとは違った彼の一面を見せる作品となった。シングルリリースした、ギビング・イット・オール・アウェイが全英語という、ザフーの各メンバーのソロ作品中最高のヒット作となる。 アルバムも前衛6位まで上昇している。1975年、ダルトリーは俳優デビューを果たす。1969年にザ・フーが発表したロックオペラアルバムトミーの映画化にあたり、主人公のトミーを演じたのである。この映画がダルトリーの俳優としての才能を開花させ、以降様々なドラマ、映画に出演するきっかけとなった。トミーの成功により、ダルトリーは 一躍時の人となり、プロモーションのためにアメリカを訪れると若い女の子たちに囲まれもみくちゃにされたという。また、同年、自身2枚目のソロアルバム、ライド・ア・ロック・ホースをリリースする。前作とは、打って変わってハードな楽曲が並び、売り上げは前作を大きく上回り、全英14位、全米28位にまで上った。ソロ活動が充実する一方、 ザフーの方は、この頃より、きしみが生じるようになる。1975年、タウンゼントが、ニューミュージカルエクスプレスのインタビューで自身に対し、厳しい意見をぶつけると、今度は、ダルトリーが、同じ紙面で、タウンゼントを通列に批判した。二人の不仲が表沙汰になり、ザフー会三節が、としやかにささやかれるようになる。さらに、ムーンが、長年の不節制により、 以前のようなツアー活動ができなくなり、ザフーとしての活動は停滞義務になる。そのような中での1977年3枚目のソロアルバム One of the Boys を発表。アルバムには、ポール・マッカートニーやハンク・マービンなど豪華ゲストが多数参加した。さらに、エントーイッスするも参加しているが、売り上げは前作ほどは伸びず、全英45位、全米46位に終わった。 1978年、キースムーンが救世。1979年、元フェイセズのケニー・ジョーンズが、新ドラマーとして、加入、新生ザ・フーとして、再始動する。しかし、間もなく、ダルトリーとジョーンズの間に圧力が生じ始める。ダルトリーは、ジョーンズのドラムプレイを好かず、マネージャーに、ジョーンズを辞めさせるようだウンゼントを説得してほしいと、頼むほどに、彼を嫌った。 ダルトリーは、キースは、俺のボーカルラインに沿って、ドラムを叩いてくれたがケニーは違うと主張し、タウンゼントを悩ませた。1980年、映画、マックビッカーに主演。同映画のサウンドトラック版、マックビッカーにはザ、ザフーのメンバー全員が参加しており、便宜上は、ダルトリー4枚目のソロアルバムという扱いではあるが、むしろザフーの課外活動の意味合いが強い。本作は、 ダルトリーのソロ史上最高の売り上げを記録した。求心力を失っていたザ・フーは、1982年12月に最後のコンサートツアーを行った後、1983年6月に正式に解散を表明する。1984年、解散後初となる5枚目のソロアルバム、パーティング・シュート・ビー・ペインレスをリリース。シングル、ウォーキングインマイスリープが、 全英56位、全米62位につけるも内容がおとなしく地味だったためか、アルバム自体は全米102位に終わり、セールス的には振るわなかった。しかし、翌1985年にタウンゼントが楽曲提供したシングルアフターザハイヤーがヒット。日本でも鈴木カルタスの CM ソングに起用された。同曲を収録した6枚目のアルバムガツの影は、 プロデューサーにアラン・シャック・ロックを当時人気絶頂のブライアン・アダムスをゲストに迎え、さらにダルトリー自身もソングライティングに積極的に関わった意欲作となり、チャートでは全米42位、全英52位につけた。このアルバムを引っ提げ、ソロでは初のコンサートツアーを観光する。ツアーではザ・フーの楽曲も披露し、盛況であった。1987年、 前作同様、アラン・シャック・ロックと組んで制作した7枚目のソロアルバム、今宵、シネマで、をリリースするもチャートインを果たせず、しばらくソロでの音楽活動から遠ざかるが、1989年のザ・フーのデビュー25周年記念ツアーを経て、良い刺激を受けたダルトリーは、再びソロアルバム制作に意欲を燃やす。1992年、8枚目のソロアルバム、 ロックス・イン・ザ・ヘッドをリリース。だがプロモーション不足と北米限定での発売ということもあり、前作同様チャートインを果たせなかった。その後、タルトリーのソロ名義でのオリジナルアルバムは2018年まで制作されなくなる。同年、フレディ・マーキュリー追悼コンサートに出演、I want it all を歌唱した。ザ・フー結成30周年となる1994年、オーケストラを従えて、 ザフー時代のナンバーを演奏するソロツアーを観行。初日のカーネギーホール公演には、タウンゼントや遠藤一するも参加した。当時不安心軽症を抱えていたタウンゼントは、参加を断ろうとし、ダルトリーを激怒させたが、その後気を取り直して、参加を決めた。このコンサートの模様を収録した、ア・セレブレーションマイナスザ・ミュージック・オブ・ピート・タウンゼントザフーは、 年内に発売された。収録曲の中には、タウンゼントのソロナンバーを、ダルトリーが歌ったものもあった。1996年、ザ・フーのロックオペラ、ヨエ人格のサイエンツアー以降、ザ・フーとしての活動が主軸になるが、2009年、北米及びカナダで久々にソロツアーを行う。バンドメンバーの中には、タウンゼントの弟で、ミュージシャンのサイモン・タウンゼントも含まれた。 2010年にはエリック・クラプトンと共にジョイントツアーを観行。2011年にはソロツアーでトミーを再演する。2012年4月にはソロで来日し、東京、横浜、大阪、名古屋で公演を行っている。2014年、ウィルコ・ジョンソンとコラボレートしたアルバム Going Back Home をリリース。2018年、26年ぶりのソロアルバム。 アズ・ロング・アズ・アイ・ハブ・ユーを発表。アルバムにはタウンゼントも参加している。ややハスキーが勝ったパワフルな性質を持つが、本人は自分の声を気に入っていないという。ザ・フーのコンサートでは、タウンゼントのギター破壊が注目を集めたが、ダルトリーも、またコードを軸にマイクを投げ縄のごとく振り回すパフォーマンスで観客を魅了した。上記の通り、元々はリードギター担当だったため、 ギターも弾けるが、ザフーではあくまでボーカルに徹し、ハーモニカとタンバリン以外の楽器は使用してこなかった。だが、ソロ活動や、近年のステージではギターを弾きながら歌うこともある。自ら作詞作曲を行うことは、あまりなく、ダルトリーがザフーのために書いた曲は、エニワエニハウエニホや「シーマイウェイ、アーリーモーニングコールドタクシー、ヒアフォー、モアの4曲のみである。このうち、 アーリーモーニングコールドタクシーは実際にはデイブ・ラングストンが単独で書いたものである。当初、ダルトリーはサイト二人で書いたと言ってこの曲を提出したが、ラングストンが耐えきれずに暴露してしまった。タウンゼントはダルトリーに作者としてのクレジットは諦めるよう説得したが、結果的にダルトリーの名はクレジットに残されている。タウンゼントはダルトリーが なぜもっと曲を書かないのか理解できなかったといい、多分ロジャーは解釈者、声、楽器として存在している方が楽しかったのだろうと推測している。ソロにおいても外部ミュージシャンに作曲を依頼することが多く、自作曲はそれほど多くない。なお、ダルトリーが一番気に入っているザフーのナンバーはビハインドブルーアイズであるという。ダルトリーとタウンゼント最年長であったダルトリーは、 初期のザフーにおいては絶対的なリーガーであり小柄な体格にもかかわらず腕っぷしが強く必要な場合には暴力も使いバンドを牽引した。タウンゼントはロジャーはすべてを自分の思うようにした。もし彼に反対したら普通は拳を食らったよと証言している。やがてタウンゼントが作曲家として頭角を表すようになりバンドの主導権は ダルトリーからタウンゼントに次第に移っていったが、後年、このことがダルトリーとタウンゼントの間に個人的確執を生むことになる。しかし、タウンゼントは私とロジャーは渋々ながらもお互いに権威を抱いていたと言っていい。そしてそれは今でも続いていると語っている。また近年のインタビューでザフーの解散理由について尋ねられ、当時のピートは ツアーのプレッシャーについてよく話しており、このままでは彼が自殺してしまうのではと思い、ザフーの解散を決めたと答えており、タウンゼントを思いっぱかって解散させたことを打ち明けている。タウンゼントが2003年に児童ポルノサイトにアクセスした容疑で警察から捜索を受けた時も一貫してタウンゼントを擁護した。タウンゼントはダルトリーに感謝の念を表している。 32歳の若さで死亡した、キース・ムーンについては、彼を救ってあげられなかったことを非常に後悔していると語っている。さらに、キースにとって安心できる存在は、ザ・フーの中では僕だけだったとも語っており、リーダーのザ・オタウンゼントに譲ってからも、ダルトリーが、バンドの精神的支柱であったことを伺わせている。上記の通り、他のメンバーとの仲が悪くなろうとも、 ボーカリストとして喉を大事にするためにドラッグには一切手を出さないなど気まじめな性格である一方でタウンゼントからは面白いと思ったらファンと一緒になって悪いことでも何でもやったとも指摘されているインターネットを積極的に活用しているタウンゼントとは対照的にダルトリーはインターネットに否定的でありインターネットによりミュージシャンは何の見返りもなく 働かされていると批判している。私生活では二度の婚姻を経験している。一度目はメジャーデビューする前の1964年3月、当時16歳の恋人とだった。同年8月には第一子も授かった。しかし結婚生活はすぐに破綻し、一年も経つとダルトリーはバンド用の番で寝泊まりするようになる。1968年1月に、 離婚届を申請し、1970年5月に正式に離婚した。現在の妻であるヘザー・テイラーとは、前妻と別れて間もない1968年に出会っており、1971年に結婚。3人の子供を授かっている。妹のキャロルはガンにより32歳の若さで死去している。このため健康には人一倍気を使っており、 体調面においてはかなりナーバスになるという。2015年にウイルス性髄膜炎に感染し、ザ・フーのツアーを中断したが、回復後のインタビューでは、闘病中はひどい苦痛の中にいたが、逆に心が平穏になった。もし死が訪れても喜んで受けれただろうねと語っている。なお、タウンゼントは17歳の頃、わずかな期間だがキャロルと交際していたことがある。 ダルトリーはザフーとしても、個人としても、事前事業に、積極的に関わっている。ダルトリーは、若年層のがん患者を支援する団体、t ィ a ンエイジキャンサートラストの名誉講演者としてその名を、記されており、また、同団体のためのロイヤルアルバートホールでの、チャリティライブを発揮した。このコンサートは2000年からほぼ毎年開催されており、ザフー以外にも、ポール・マッカートニー、 オアシス、ポール・ウェラー、ジミー・ページ、ロバート・プラント、ロン・ウッドラ豪華なアーティスト陣がゲスト出演している。このコンサートでこれまでに2000万ポンドの収益を上げている。ザ・フーではアンコールシリーズと銘打った公式造区版のインターネット販売を2002年のツアー分から行っているが、ここからの収益はすべて上記の団体に寄付される。2014年。 イギリスの音楽誌、ミュージックウィーク主催のアワードで、長年のチャリティ活動の功績により、功労賞を受賞する。受賞式では、ポール・ウェラーからアワードを手渡され、さらにポール・マッカートニーが、ビデオメッセージでダルトリーを称えた。映画テレビ、ありがとうございます。